資源エネルギー庁によりますと18日時点のレギュラーガソリンの全国平均価格は前の週より70銭高い1リットル当たり125円50銭でした値上がりは16週ぶりです新型コロナウイルスの感染拡大により経済が停滞するとの懸念から原油価格の値下がりが続きガソリン価格も下がり続けていましたが 中国や欧米での経済活動再開への期待感や主要産油国の減産が始まったことから、原油価格が上昇し、ガソリン価格にも反映されました。石油情報センターでは来週もこの傾向は続くとして値上がりを予想しています。